オリンピック代表としてトルシエ監督が初めて選んだスターティングメンバーがこのメンバーです。オフサイドです。まあ、非常に日本チームの方は立ち上がりから高い位置にディフェンスラインを置いています。今ご覧いただいているのがアルゼンチンのスターティングメンバーといったところにボールがきちっと入っていくことがこれからのリズムのポイントだと思いますね。上がってきて黒さん、おっと南が逃げてコーナーキックです。しかし今のもねよく、まあ、実際にその前のあこれはまたそうガゼッティです。ガゼッティ中を見た、いやシュート打ってきた、あガゼッティシュート、いやあの辺はね本当いけません。後ろからセルシーラシュートだ。ちょっとヒヤッとしました日本。最後はベイソルの南ががっちりと抑えています。ディエスから南が出る、稲本左サイド中田に空いています。おっとシュート打ってきた、ガンバ大阪の稲本のシュート、いやいいプレーですよ。中谷です。中村俊輔、稲本出てくる、後ろからシュート、日本ゴール、日本先制、アルゼンチンに日本先制です。前半の42分、中村には届きませんでしたがよく稲本が読んでいる。中谷です、左利き、後ろからのシュート、中村の左足、セリスエラ、ガゼッティ、ガゼッティが中に来る、シュート、来年はイタリアのパルマに移籍するという裏のスペース、大きなスペースがあった、スピードがある、スピードがある、よく出た南がよく出た、そしてまた戸田のカバーもありました。いやーそこのスピード、宮本もアルゼンチンのチャンス、日本はラインをそれほど押し上げない。右サイドのセリスエラ、いいボールが入ってきた、マイナスのパスだ、シュートコースがあった、シュート打った、わずかに外れたアルゼンチン。最後はボールから遠ざかるような動きっていうのをしてみるの面白いと思うんですけども、逆サイド危ないですよ、逆サイドはフリーです、アルゼンチン後ろに戻した、その逆サイドに振った、ヘディングシュートが入ってくる、ポスト、中村、市川、高原が声をかけていますが近いサイド、中村俊輔、左利きですが、またループシュートだ、中村またループを狙ってきた。いや今ね左サイド中谷です、高原か、これでゴール前でしょうね、左利きの小橋誠二、おっと中央、後ろから石井のシュートがあった、最後はレッズの石井のシュート。いや形でヘディング、日本のクリアです、稲本ディフェンスライン上がった、裏を狙ってきた、シュートになった、助かりました。今日サリッチ、左利きの選手です、右で打てなかった、後ろからガゼッティ、ガゼッティがスルーパスを出してきたが、オフサイド、入ってますんで、なかなかトップ背後までというのは狙いとしてはできないですね。この時間帯でも前線からプレッシャーをかけて日本、あこう今試合終了、アジア大会日本代表2年後のシドニーに向けてその初戦の試合アルゼンチンを破って初戦を飾りました。21歳以下の日本代表の初勝利、しかも